池波翔太郎、池波翔太郎、池波潮太郎、1923年、大正12年1月25日から1990年、平成2年5月3日は、戦後を代表する時代小説、歴史小説作家、鬼平犯課長、剣閣商売、仕掛け人、藤枝梅安、真田大兵器など、戦国、江戸時代を舞台にした、 時代小説を次々に発表する傍ら、美食家、映画評論家としても著名であった。1923年、大正12年1月25日、東京市浅草区青天町、現在の東京都台東区浅草7丁目に生まれる。父、富次郎は、日本橋の近視問屋に勤めるか良い番頭。母、鈴は、浅草の飾り職、今井京さんの長女で、 翔太郎は長男であった。この年、関東大震災が起こり、両親と共に埼玉県浦和に引っ越し6歳1929年まで同地で過ごす。やがて、両親は東京に転居。翔太郎は根岸小学校に入学する。商売の思わしくなかった富次郎は、近親の出資によって、下屋上混乱で、 上級場を開業するも、両親不和のためこの年に離婚した。翔太郎は母に引き取られて、浅草永住町の祖父の家に移り、学校は、下屋の西町小学校に転入した。祖父、今井京さんはご家人の家に、養子入りした、職人気質、江戸国気質の人物で、忙しい母親に代わって、翔太郎を可愛がった。この時期、母は働きながら、 今池の家計を支え、一時翔太郎を預けたまま再婚をしたが、不縁となり、実家に戻った。この二度目の結婚によって、翔太郎には異父不定が一人できた。小学校時代の翔太郎は図画を好んで、将来は、かぶらききよかたの弟子となることを夢見る一方、チャンバラものの映画と少年向け小説を大いに見、小遣い銭で買い食いを楽しんでいた。 1935年、昭和10年、西町小学校を卒業した。担任の教師は、進学を進めたが、家庭の事情により方向に出た。親戚のつてによって最初株式現物取引店、田崎商店に出るが、半年余りで、電気屋に方向を変わり、さらにそこも退いて株式仲買店、松島商店に入った。以後、1942年、昭和17年に、 国民勤労訓練所に入所するまで同店で過ごした。チップや小遣い銭を元手に内緒の相場に手を出し月給を上回る収入を得ていた。株都町時代の翔太郎はこれを軍資金として読書、映画、感激に励み、登山や旅行を楽しみ、剣術道場にも足を運ぶ一方、処方を食べ歩き、吉原で優等にふけるなどした。特にこの時期、読書、 映画への興味が深まったことはもとより、歌舞伎、新国劇、新劇などの舞台を盛んに見物し、歌舞伎への理解を深めるために長唄を習うまでした。1941年、昭和16年、太平洋戦争が開戦したが、その翌年には、松島商店を退職し、国民勤労訓練所に入所。同年のうちに、芝浦、茅場製作所に配属され、ここで、 千万機械工としての技術を学んだ。所長の意向で、はじめ経理を担当する予定であった者が、池波本人の立っての望みで、現場担当となり、上司の丁寧な指導もあって、数ヶ月のうちにこの技に習熟した。この頃には、婦人画法の朗読文学欄にスケッチを投稿するなどした。そのうち、休日で、戦外科作、1943年5月号。 兄の期間で入選、同7月号、駆け足で加作入選、同11月号、雪で仙外加作、同12月号。兄の期間で賞金50円を稼ぎ、これが翔太郎にとって初めての現行収入となった。1943年、昭和18年の冬には岐阜大田の工場に転勤となり、当地で千番校の教育係を兼ねた。 翌年元日には、名古屋の成功所に徴用されていた父と、久しぶりに再会。休日には、中部地方の山を巡り、東京に足を伸ばして、歌舞伎を見物したが、前年、青年に達した、翔太郎のもとにもついに招集令状がもたらされ、工場を退職。4月、横須賀海兵団に入団。間もなく、竹山海兵団内自動車講習所に入所。しかし、 教官の暴力的な教え方や物資横流しに反感を持ち、ことあるごとに反抗的な態度を取り、繰り返し制裁を受け、同章終了しないまま退所。磯子の801空に転属となり、通信任務、電話交換手を担当。翌1945年、昭和20年3月10日には、東京大空襲のため永住町の家が焼けた。その後、水平町に進級し、 夜ナ子の美保航空基地に転属。同地で電話交換室の室長となった。戦況が悪化し、全国的に空襲の危機にさらされる中、夜ナ子では比較的平穏な日々が続き、この時期、翔太郎は余暇に俳句や短歌を作ることに熱中した。8月15日、敗戦。日東兵装に進級。残務処理を終えて8月24日に東京に戻る。 帰郷直後の1945年10月に帝国劇場で六代目、小野菊五郎の銀座復興を見物した。1946年、昭和21年、東京都職員となり、下役役所に勤務したが、仕事は学生アルバイトと共に各所に DDT を散布して回ることだった。すでに空襲によって家を失っていた上に、 借家の屋主が疎開先から帰ってきたため、役所内に寝泊まりして、作業に没頭する一方、この年に創設された読売新聞演劇文化賞に向けて、戯曲、雪晴れを執筆。同作品は入選第4位となり、新京劇団で上演された。その後も、区役所勤務を続けながら、翌年、ハエの福窓で、同賞家作入選を果たした。 1948年、昭和23年には修作を手に始めて、長谷川新を訪問。翌年より本格的に劇作を支持し、門下の批評会、26日会にも参加した。この前後の修作に、ボタン手、がなど、手は新国劇での上演が検討された。1950年、昭和25年、片岡豊子と結婚し、 借家して書体を持ったが、間もなく申し込んでいた、住宅抽選に当選し、新国劇で上演された、ドン牛の上演料などで新居を立てた。以後、雑木作者と言われるほどに新国劇と関係を深めた、翔太郎は、辰巳龍太郎、島田翔吾らに、檻の中、1952年、渡辺火山、1953年などを提供する、一方で、 長谷川の強い勧めによって、小説でも、新妖怪の雑誌、大衆文芸に、厨房にて、1954年度の作品を発表した。1955年、昭和30年1月、劇作における代表作の一つ、名鎧和が上演され、自ら演出をも言った。これによりようやく文筆によって立つ自信を得て、図書院を退職。 昇進を断り、外回りの職に徹しており、この当時は、目黒税務事務所で税金の集金を行っていた。翌年には、牧野富太郎、井上康主原作の、風林火山、黒雲谷、俗称など、新国劇で作品を、次々と上演する一方、大衆文芸史に、定期的に小説を寄せ続けた。初期には現代物の,の作品が多かったが、 1956年11月12月号に分載した田木工、真田騒動によっ、歴史小説、時代小説を執筆活動の中心に据えるようになった。田木工は、翌年56年下記の直木賞候補となるものの、落選。以降劇作と並行して着実に小説の執筆を続け、1959年昭和34年9月には、 諸女作品集、品の大名記を、光書房から上司する。この間、目、五十七年上記品の大名記同化記応仁の乱、五十八年下期日図五十九年上記で、慶五会、直木賞候補となるも、選考委員であった、海音寺長五郎の国評もあり、受賞に張らなかった。私生活では百五十八年、昭和三十三年暮れ、 出生直前に名古屋であって、以来温身不通になっていた父と久々の再会を果たした。翔太郎は母と共に同居することを勧めたが、聞き入れられることはなかった。1960年、昭和35年、オール読み物の6月号に発表した、作乱によって、直木賞、上木を受賞した。長谷川は我がことのように喜び、翔太郎も、 年少の頃からの愛読者であった、おさらぎ二次郎から賞を渡された。受賞後数年のうちに、清水一角、加賀騒動などの脚本を書くほか、北海の男、オール読み物60年10月号、鬼坊主の女、週刊大衆同年11月7日、号、僕伝最後の旅、別冊小説新潮61年1月号、色、オール読み物同年8月号、引けしのとの、 別冊小説新潮62年1月号、人切り半次郎、朝日芸能同年10月28日から64年1月26日号、あばたまた重郎、推理ストリー63年1月号、侍のす、文芸朝日同年6月号、幕末新選組、地上同年1月号64年3月号、幕末遊劇隊、 週刊読売同年8月4日号から12月29日号など初期の代表作となる小説を次々と発表し、このうち色は維新のかがり日、1961年の題名で映画化された。一方で劇作家としては1963年、昭和38年に新国劇のために下沢博史原作男高の脚色を行った後、 しばらく演劇界、新国劇との関係を断ち、小説に専念するようになった。新国劇のあり方への疑問や翔太郎の一徹さから、来る周囲との圧力が原因であった。同年6月11日、長谷川新が没したが、同時に、これを契機として26日会、新用会などを脱会。以後は、いかなる団体にも属さず執筆を続けた。 40代に入った翔太郎は、江戸海東期、週刊新潮64年1月6日、号、汚染、小説現代同年7月号、堀部康兵衛、中国新聞同年5月14日から66年5月24日、出羽田お玉、小説現代65年3月号、同門の縁、オール読み物同年9月号、アホガラス、小説新潮67年7月号など、 従来からの歴史小説に加えて、江戸の姿勢に題材を咲いた時代小説作品を多く手掛けるようになったが、中でも1967年、昭和42年12月のオール読み物に発表した浅草馬屋菓子は読者から高い評価を受け、事後以降断続的にシリーズとして連載が開始された。後に代表作の一つとなった鬼平半家長の第一作である。 完成重修諸家府の中で出会った、長谷川平蔵という人物に強い興味を持ってたが、旧知の八代目、松本幸四郎をモデルに、世の善悪に通じ、強烈なリーダーシップと情愛を兼備えた平蔵を、洋室するとともに、火付盗賊改め方と盗賊たちの相国を通して、良いことをしながら悪いことをする人間の矛盾を描き、悪巻小説として、読者の広範な指示を受けた。 同時期の歴史小説に、侍劇場、週刊三景六十六年八月二十二日号、六十七年七月十七日号、上泉伊勢守、県の天地、週刊朝日六十七年四月二十八日号、六月十六日号、蝶の戦記、品の毎日新聞ほか同年四月三十日から六十八年三月三十一日、近藤勇辞書、 新表同年10月号を69年月号などが挙げられている。昼に起き夜中に執筆する生活習慣は相変わらずであったが、元来即筆化で仕事の合間に取材旅行を含めて大勢に旅行し、映画、演劇鑑賞も盛んに行っていた。鬼平連載開始の翌1968年。 昭和四十三年には担当編集者の求めにより、自伝的随筆、青春忘れ物、小説新潮十八年一月号から十二月号を執筆。旧友、井上留吉という架空の人物を登場させたが、感激、読書、旅行、食べ歩きを楽しんだ、青春時代の思い出を、戦前のカブト町舞台として描いた、この作品は、読者から強い指示を受けた。 翌1969年、昭和44年には、ネットテレビで、鬼平半課長が連続ドラマ化され、さらに1971年、昭和46年には、同シリーズ中、狐つを舞台化。各、主演は八代目高志郎で、特にテレビ版は、時代物の,の作品として高い評価を受け、以後の評価を、不動のものとした。鬼平の連載は、オール読み史上にあって、 以前校長であり、1968年に単行、本題一巻が刊行されて後、狂犬、69年、血統、70年、狐火、71年、流星、72年と、年一冊のペースで新作が世に送り出された。枝の姿勢を舞台とした作品でも、万水院長兵衛を描いた、狂閣。 産経スポーツ68年10月28日から69年9月5日、中心蔵に取材した、アミガサ十兵週刊新潮69年5月31日号7年5月16日号、大石倉之助を主人公とした、俺の足音、東京新聞ほか70年3月20日から71年6月17日、などの作品が発表された。 1972年、昭和47年には、小説新潮1月号に、剣閣商売を発表した。京都の古書店で偶然見かけた歌舞伎役者、二代目、中村又五郎モデルに、孫のような少女と夫婦になって陰性する老剣閣、秋山小平を描き出し、木突誠実で世に疎い小平の長男、大二郎、田沼沖継ぐの娘である、女剣閣。 佐々木三等といった人物を周囲に配して、江戸市政に起こる事件を解決してゆく、同シリーズも人を博した。同年、小説現代3月号に、仕掛け人、藤枝バイアンシリーズ第一作となる、女殺しを発表。同紙6月号には、第二作、殺しの四人が掲載され、この作品は、年末に、小説現代読者賞を受賞。仕掛け人という言葉は、流行語となり、 朝日放送で必殺仕掛け人として連続ドラマ化された。翌1973年には鬼平犯課長をオール読み物1月号から12月号に幻覚商売を小説新潮1月号から12月号に仕掛け人を小説現代に7、9、10月号に同時並行で連載した。その一方で雲霧に左衛門、 週刊新潮72年8月26日号74年4月4日号、県の天地、東京タイムズほか73年5月15日から74年3月30日、といった小説品や追筆、食事の情景、週刊朝日72年1月7日号73年7月27日号、なども執筆された。また、 73年には、池波翔太郎次前傑作集、前後館を立風書房から観光。仕掛け人もの春節仕掛け針が、再び小説現代読者賞を受賞し、4月から見学商売が、テレビドラマ化。1974年、昭和49年、週刊朝日市場の、真田ダ大平記、1月4日号から80年12月15日号。 が加わり、同年にはこのほか、男ぶり、太陽7月号77年9月号の執筆も始まり、2月には、必殺仕掛け人が映画化、11月には、秋風三国峠が新国劇で上演された。1975年、昭和50年、小説の発表は、鬼兵、剣客、バイアン、サナダの4種のみとなったが、 バイアン最高傘で三度小説現代読者賞受賞。劇作においても、新国劇の他に、歌舞伎にも、脚本を提供するようになり、原作、脚本両方を含め、デバダオタマ、2月歌舞伎座、見学商売、6月帝国劇場、必殺仕掛け人、9月明治座、帝都の平八、11月明治座の5つの舞台に、関わり、 翌1976年にはさらに、黒雲峠、4月、江戸女装師デバダオタマ、5月、京角、万髄院長兵、10月を上演。このうち、黒雲峠と江戸女装師では演出も担当した。一連の舞台の中で1975年の、デバダオタマ、剣格商売などで、中村またごろうと共に仕事をし、進行を深めたが、 1976年、昭和51年により、またごろうの春秋、中央公論7月号77年6月号、連載した。同年にはこのほか、散歩の時何か食べたくなって、太陽1月号77年6月号、男の日図、週刊新潮1月号77年5月12日号、及び三大シリーズの初編を発表。1977年、 昭和52年には、さらに新連載、忍びの旗、読売新聞に有刊11月26日から78年8月22日が始まった。同年、鬼平犯課長、剣嘩商売、仕掛け人、藤枝梅安を中心とした作家活動をよって、第11回、吉川英治文学賞受賞、市松小僧の女、2月、真田大平記、 11月が舞台化され、NHK、この人とカタローに出演し、映画、トップハットの曲、ピコリーノの演奏リクエストした。またこの年の初夏、初めて、フランスを中心とするヨーロッパに旅行した。1978年、昭和53年、鬼兵、見学のほか、旅路、三景新聞5月13日から79年5月7日の連載を開始する一方、 愛引きの女、二月歌舞伎座、狐火、十一月明治座で、脚本と演出を担当。また前年の、市松小僧の女が高い評価を受け、第三回、大谷武次郎賞を受賞。七月には、雲霧二座絵門が映画化された。この年、池波翔太郎短編小説全集全十巻、別一巻が、立風書房より刊行された。翌1979年、 昭和54年には三大シリーズの執筆に専念し、以前からの連載のほかは、日曜日の万年筆、毎日新聞2月4日から80年1月27日、良いに良いのする、人よ、太陽7月号81年5月号のエッセイ2作が発表されたのみであった。この年の秋には再びヨーロッパに旅行した。1980年、昭和55年、この年も、 鬼兵、見学のほか、味の祭時記、芸術新潮1月号から12月号を連載した。なお同年には、真田大兵器が完結。82年までにすべてが、単行本化した。初夏には三度、ヨーロッパを旅行。1981年、昭和56年、黒白、週刊新潮4月23日号82年11月4日号、お発。 さらにエッセイ、昔の味、小説新潮1月号82年12月号の連載のほか、書き下ろしとして、男の作法、ごま書房、田園の美風、講段社を上司した。この頃より、ヨーロッパ旅行をもととしたエッセイも多数発表され、1982年、昭和57年にはフランスを舞台とした小説、ドンレミーの雨、小説新潮9月号を発表した。 また同年には、身長45に、身長45風切り感の連載、5月号83年4月号を,を持った。初夏には4旅ヨーロッパ旅行に赴いた。1983年、昭和58年、鬼兵、剣閣、梅安に加え、雲流れゆく、週刊文春に1月6日号8月18.25日合併号、食卓のつぶやき、 週刊朝日10月14日号から84年7月20日号を発表した。1984年、昭和59年には、鬼兵、見学のほか、入房、週刊文春に1月5日号、7月26日号を新連載。秋には5度目のヨーロッパ旅行を行う。翌1985年、昭和60年には、満足満足。 週刊新潮5月30日号から11月28日号と、秘伝の声、産経新聞8月19日から86年4月30日を発表。また、池波翔太郎のバレット遊びと題して、昭和集を角川書店から刊行した。同年、四樹法賞受賞、鬼兵、剣閣、ア案を並行して連載。さらに、秘密、 週刊文春2月6日号9月11日号を執筆し3月の新国劇公演で自作の黒雲峠と長谷川真の原作をもとに脚色したよもすがら剣業の演出として参加新国劇は翌年解散し池波ゆかりの同劇団が彼の脚本で公演を行うのはこれが最後となった百八十七年昭和十二年三大シリーズを 剣閣一本に絞り、波に、原っぱを連載した、1月号から88年2月号。同年1月、西武百貨店池袋本店にて、池波翔太郎店開催。1988年、この年はまとまった仕事、以前からの連載を除いてとして、江戸切れず散歩、小説新潮1月号から12月号のみにとどめ、5月に、フランス、9月に、 ドイツ、フランス、イタリアへ旅行したが、これが最後の海外旅行となった。この年12月、大衆文学の神髄である新しいヒーローを創出し、現代の男の生き方を時代小説の中に発射、読者の圧倒的支持を得たとして、第36回、菊池博士賞受賞。1989年、昭和64年に1月7日に、昭和天皇が崩御し、 平成と改元。翔太郎も前年末から体調は芳しくなかったが、回復を待って、喧嘩商売不振、週刊新潮2月号7月号、仕掛け人、藤枝バイアンバイアン冬しぐれ、小説現代12月号、鬼平犯花長誘拐、オール読み物12月号の連載を開始した。5月には、銀沢港で、古典、池波翔太郎 F での楽しみ展が開催された。 明けて1990年、平成2年、2代目、中村吉江門主演のテレビドラマ、鬼平犯課長が好評を博し、2月には吉江門主演の狐火が歌舞伎座で上演されるが、翔太郎の体調は依然かんばしくなかった。3月、急性白血病で、三井記念病院に緊急入院、5月3日に同病院にて制御した。67歳であった。 連載中の、仕掛け人、藤枝バイアンバイアン冬しぐれと、鬼平犯課長誘拐は、同年4月号分で、未完中絶となった。5月6日、1000日、谷街道にて葬儀及び、告別式。山口瞳が長辞を読んだ。法名は、花文院釈制行。浅草西し寺、つら、新修王や派に葬られた。没後、君三刀随法尚受賞。 1998年、平成10年11月、長野県上田市に、池波翔太郎さな太平機関が開館した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。